さっき拠点の外で銃声がしてたんだよな。自分のサブ強は抜かれてなくて、あの人の気配は、狼が2匹死んでますね。銃撃った人は狼にたけられて、それを倒したのかな。え、3匹死んでんじゃん。まあでも人の気配なくなってます。で、あそこの拠点が風化してるっぽい。なるほど。今回ですね、ロケットランチャーの弾11発今ね、拠点にあるんで、それを使ってレイド行こうかなと思うんですけど、そうだな、前回見てて気になった、あの拠点とか結構レイドしやすそうなんで、ちょっと様子見に行ってみたいんだけど、その前にはしご持って、あの風化見るか。なんだかんだこのサーバーにいる人もほぼほぼいなくなりつつあるっていうね。この拠点は結構前からあるんだけど、まあ、シンプルに風化したって感じかな。LR 持ってたと思うんだけど。最深部はまだ見れないって感じだな。まあでも多分だけど、狼飼ったの、こいつなんじゃない？無事帰宅。はしごかけて外壁内侵入し、ちょっと構造を見てみようかなと思います。なんならアクティブの可能性もあるしな。一部枝強化。で、結構外壁は広めに巻いてますね。ああ、ソロ拠点なんだ、ここ。一応塔になってて、狙撃スペースがあると。だいぶ広いな、巻き方。で、まあ、製油所は置いたばっかっすね。え？ああ、抜かれたわけではない。ああ、でも装甲版強化になってますね。その辺が最深部かな。なんとなくなんすけど、こっち側は増築後にできた部分のような気がすんだよね。こっち側。なるほど。ああ、元は 2×2 なんだ。うん、ここが最深部っぽいっすけどね。まあでも思うのは扉抜きしていけば抜き切れそうな気がするわ。こっから扉抜きバンバンしていくって感じかな。全然一回死ぬのもありだけど。炸裂弾とかを追加で準備してた時は割と銃声とか聞こえてたんですけど、今の時間帯だとこの辺平和そうなんでね。で、さっき見れなかったかまど見ちゃうか。
見られた後っすね。とりあえず一旦帰宅。ということで、準備してあるので、これらを持ってレイド行きましょう。一応、はしごと工具棚を持っていくか。侵入しまして。それでは、扉からやっていきたいと思います。撃ちます。まあ、扉たどれば大丈夫そうだな。トラップだけ怖い。寝袋がある。え？ダミ？まあでもこの金属の部分打っていけば良さそうだけどね。どうなんだろうな。まあ向こうの扉辿ってみるか。そうなると、どっから入っていくんだろう。まあ、こっちから抜いていくか。撃ちます。枝の部分がぶち壊れた。でもそしたら 2×2 の部分に侵入できますね。タンス見えたんだが、え？ああ外の建築が効いてんのかこれ。おお。壊れた。あ、こっから2階。最悪。ショットガントラップうぜえ。漁夫来てそうなのが嫌なんだよな。これ外壁周りに張り付かれてたら終わりだぞ。漁夫は来てないっぽいっすかね。まだわかんないからな。AK 取れないな、これ。めっちゃうめえんだが。ショットガントラップどうやって壊そうな。なるほど。
これちょっと。ああ、でも思ったんだけど、上行くんだったらどうせロケット撃つから、ロケット一発撃っちゃう。撃ちます。あ、でも壊れなかった。ん？壊れた？アンスうまいね。あ、起きる起きる起きる。やっとつけれたわ。お、開いてくれてるわ。でもトラップあっても関係ないと。めっちゃ集めてるね。一番でかい武器はハンドメイド LMG かな。で、このガレージの奥が狙撃スペースって感じですかね。一応壊してみるか。寝袋置きたいな、これ。炸裂弾と梱包で壊そう。梱包でいっか、と。梱包、掘ります。梱包長いんだよな、マジで。早く。移しとくか、タンスに。不発かい。マジでもう梱包信用できん。え、うまいじゃん。AK とか持ってるんだ。え？ M249？ あれだ。他の箱は見れてるかな？そうだね、上に行く場所だね。あれ？ここには何もない。なんもないわ。寝袋だけだ。あ、でも3級ライフルある。クソみたいなこと考えてたんだろうな。けど見晴らしめっちゃいいぞ、これ。まあだからここに建てたんだろうね。漁夫は来てんのかな、これ。この高台から見た感じ、漁夫は来てなさそうだけど、あ、もしかしたら来てるね。寝てる。いやなぁ、来てそうだなぁ、これ。ということで、ほぼほぼ見切ったかな。思ってたよりも美味しかったですね。けどなんで M249 とか持ってるんだろう。そうだ、まだ見てないとこあるわ。ここね。多分装備系だと思う。タブバレか。まさかこっちダミーの扉だったなんて。絶対漁夫来てるよこれ。
絶対来てる。一回ここのアイテム全部捨てて、フラッシュバン投げてみるか。ほら。食らったのかな、これ相手。でもツール系ありすぎでしょ。で、この中にメタルマスクも入ってるっていうね。マジかよ。すげえ散らかってんだけど。やば。一回出てみます。あれ？いないのか？心配しすぎかな。来てなかったっぽい。マジではしごから降りるタイミングが一番無防備なんで、一応周り見とこう。隠れてないよね。一度死んで、249も銃声をしてるね。あ、ここにも入ってたんだ。焼いてない異様めちゃくちゃあるな。とりあえず脱ぎ切れてよかったっすね。持って帰りましょう。よし、無事帰宅。めぼしいアイテムってほぼほぼ回収しちゃったんだけど、まあ、まだ持って帰りたいもの、持っていこうと思います。え？明らかに足音したぞ、今。え、足音した。え？ノックされてんだけど。なんで？ノックされてる。え、拠点主がログインした？それとも、はしごから入ってきたか？ハンドメイド LMG じゃちょっとレート遅いよな。まあ、トンプソンで行くか。出てくるの待ってるんだよね。絶対不利なんだけど。え？ってことはこれ拠点主っすね。裸ではしご侵入するわけないもん。あぶねえ、死んだタイミングでログインしてこなくてよかった。多分すべての寝袋壊したと思うんだけど、まあ、外に置いてたら入ってくるよね。多分ね、ここに置いてあったダブバレを持ってきたと思う。一応消えるように捨てておいたんだけど、ちゃんと拾うべきでしたね。トルネードって名前な。ということで、めぼしい武器系を運搬しちゃうか。まだ外にいる可能性あるっすけどね。よし、無事帰宅。いやー、ロケットレイド成功してよかったし、めちゃくちゃ美味しかったですね。で、今ですね、さっきのレイドでゲットした、硫黄系、急ピッチで焼いてるんで、まあ、また焼き上がり次第、レイドいければなと思います。
Thank you.